芝周村明治4年3月18日は、江戸時代幕末の儒学者、諸家、阿波国徳島城下木の国町出身。陽名は宇吉、字は緑屋、諸号は眉山、後に周村。別号に、東野、岸柿、秋間も、道光に吹き万道、風高僧道等。通称は、心蔵、六郎、縄おもんみあ厚む。父は、太物省。 阿賀屋清キヨ学問。幼少時に父を失い、家が困窮し、母は糸を紡いで生計を立てた。8歳の時、菓子屋の弟子となったが、読書好きで医師、河野博に見出され、門弟となった。後に医学には飽き足らずに水だけに入門して、儒学を学ぶ。16歳の時に、江戸に出て、大沼鎮山、歯倉寛道に指示したが、母の病気で帰郷する。 母の病気全開を待ち、感動の紹介で、大阪の広瀬玉僧に入門し、1850年には玉僧から玉僧の九号の、周村の号を授かった。ここで周村は徴用され、塾長となった。この頃、内外太刀となり、概要学を学び、また番州林田藩の甲の鉄兜と信仰を結ぶ。後、九州に入り文を引たの広瀬丹僧の養子清孫と、 進行し、歓迎園で生徒を教え、3年間の滞在中に、総合竹、長三州と交わった。その後、大阪に帰り、堀江で改塾したが、母の老衰により1861年故郷に帰り、お盆住み塾を開いて教授した。文下生には、近藤連平や、安倍孝人などいた。この年12月、藩主、八塚人志博に起用され、 呪官と洋学校の政務局を兼ねた。周村は、啓示よりも死に長じ、書に優れ、画も優れていた。しかし、1867年、交互事変が起き、周村は劇文を作成する。これに対し藩は、文学教授勤めを理想老身分として、今般だ月屋からの劇論に同意せしめ、言われなき劇文通したため、こう始末、小きとして、 金庫三年の刑を下した。この時、旧市、新京水竹以下十市の死を惜しみ、悲嘆通院して病気にかかり、1871年3月18日に没死した。去年42歳。墓は、徳島市城南町の実相寺にある。阿波の雷山陽とも、幕末阿波の三筆とも称される周村は、四書五経など中国の古典を学んでいたが、 自作の漢詩も数多く作り、それを何度も書にしている。その書は、和洋的特質にあふれ、明朗で、親しみやすく、華やかさがあり、史上豊かで、精細に満ち、春風対等の画風を漂わせている。当時よりその書は、評価が高く、多くの人々に求められた。酒を好んだ周村には、主席で求められて書いた、あまり酔いの書も多く残っている。 絶筆と言われる書は、列次総坊版、あまりかすみめいいちかわへあすかじん三栄ふせ、春田で、連なる木々も夕闇に包まれ暮れてゆく。消え残った春霞も一筋の川のように、明るさを残している。青空を自由に飛んでいた鳥たちもどこかに去り、三栄は、のどかな春の田に伏すように暗い影を投げかけている。という意味の五個と絶句である。 自然界の自書を鋭い感性でしっかり捉えた、周村らしいスケールの大きい作品であるが、一方で、交互事変により、決起盛んな若い泡藩士たちが、数多く処刑、処罰されていく時を痛恨の思いで案ずる周村の心情が込められており、胸に迫るものがある。この書は、泡で最高の書として、朝日新聞に昭和40年代に紹介された。 ありがとうございます。